いや、それにしても綺麗にケーキが見えますね。マイクロソフトフライトシミュレーターの公式がパートナーとして決めた理由も納得です。こんばんは、シムパイロットキヨキヨです。さて、今日の動画は VR に関する内容です。マイクロソフトフライトシミュレーター2024の発売まであと10日を切りました。すでに皆さんはコントローラーなどの周辺機器を新しくしたり更新したりして準備を進めていると思いますが、その中で VR も新しくしてみたいなと考えている方がいらっしゃるかもしれません。 VR というと最近のニュースで高解像度の VR 製品を販売している PIMAX さんがマイクロソフトフライトシミュレーターの公式パートナーとして迎え入れられたというのはご存知でしょうか。何でもマイクロソフトの代表者をうならせたとか、そんな VR を一度試してみたいと思っていたら、とってもベストなタイミングで PIMAX さんから PIMAX クリスタルライトを提供していただきました。お値段が10万円以上もするミドルハイモデルですが、 PIMAX さんの中ではエントリーモデルとなっています。今日は PIMAX さんのご協力のもと高解像度の VR を体験してみたいと思います。いやー、楽しみですね。ひとまず送られてきたものを確認してみたいと思います。まずは VR 用のコントローラーです。スイッチ操作やゲームのホーム画面を操作するときにあると便利なやつです。今までの VR 機器はメタクエストだけだったので、この中に乾電池が入っているのかなと思っていたのですが、 USB Type-C をコントローラーの底に直接挿すタイプのようです。今回提供されたコントローラーにはすでに落下防止のためのストラップも付けられていました。コントローラーの見た目はメタクエスト2に似ています。人差し指と中指で操作できるボタンがあったり、形状がリング状になっているところとか、ボタンの配置もメタクエストそのまんまです。なのでメタクエストを一度触っている方にはとっつきやすいかなと思います。 PIMAX さんはコントローラーありとなしのタイプが両方販売されているので、購入する際は注意してください。電源と接続するためのケーブルは世界のコンセント事情にも対応できるよういくつかのタイプが用意されています。日本で使えるコンセントの形状を選んだら、こんな感じに下からグイッと押し込みます。あとはこのままコンセントに差し込むだけです。そしてメインの VR ゴーグルです。大きくてとてもごついです。隣にメタクエスト3を置くとその大きさがよくわかるかなと思います。ゴーグルの隅にはカメラが配置されています。IMAX クリスタルライトはインサイドアウト方式を採用していて、このカメラで外を認識してくれるようになっています。なので遊ぶためにベースステーションは必要ありません。ただ PCVR を遊ぶ場合は USB とディスプレイポートをつなぐ必要があり、またこんな筒っぽいものに電源コードを刺さなければなりません。トータルで3本のケーブルが分岐されます。この筒はケーブルの最後の方にあるので、間違えて踏んづけたりすることはないかなと思います。 VR ゴーグルをかぶったら後ろにあるダイヤルを締めて動かないようにします。メタクエストのエリートストラップでおなじみのやり方です。後ろには地味にクッションがついています。締めた時に頭が痛くなる時があるので、これは好印象です。あとは耳元にヘッドホンが来るようになっています。ずっとイヤホンだったのでこういうタイプは初めてです。後で音を確かめてみたいと思います。気になる重さは 879g です。参考にエリートストラップ付きのメタクエストが 636g です。ちょっと重いゴーグルですが、前と後ろの重量バランスをとっているとのこと。ただつけてみた感じ、ちょっとフロントが重いかなと感じます。後ろにカウンターウェイトを吊り下げた方がいいかもしれません。ではパソコンと接続してみたいと思います。 PCVR で遊ぶためには IMAX Play というアプリが必要だったので事前に入れておきました。
セットアップ中に VR ゴーグルの簡単な仕様をご紹介していきます。この PiMax クリスタルライトは高解像度を謳っているだけあって、片目あたり 2880×2880 ととっても高いです。リフレッシュレートは 60Hz から 120Hz に対応し、レンズは非球面ガラスレンズというパンケーキレンズよりも良いものを使っています。 VR には綺麗に見える指標 PPD というものがあるのですが、数字が大きくなればなるほど美しい VR を楽しめます。例としてメタクエスト3が 25PPD です。私の場合 PFD や CDU などの細かい文字は少し前にかがむと見えるレベルです。対する PiMax クリスタルライトはなんと 35PPD、 高ければ高いほどケーキをしっかりと判別することができるようになるので、もう確認するために前にかがむ必要はありません。着陸前とかの忙しい時にこういう動作をするのが不満だったので、個人的にとても良いポイントです。一説にはこれよりも高価な VR と戦えるレベルのようです。それをだいたい15万円ほどで実現できるのはすごいと思います。目の間の距離 IPD は左側にあるダイヤルで手動調節します。上位のモデルには自動で調節してくれる機能がありますが、このあたりはコスト削減のために削られています。 VR の視野角は広いということなんですが、データが公開されていません。なのでメタクエスト比での体感レビューとなります。 VR のランタイムは PiMax OpenXR を使ってみます。ゲームの一覧はマイアプリに表示されていたので、ここからマイクロソフトフライトシミュレーターを起動します。起動したらコントロールプラスタブキーで VR の世界に入ります。ゲームを読み込んだ状態です。今回は旅客機の中で軽いとされる PMDG737 を選んでみました。もうすでにメタとは違い、周りが高画質になっているのがわかります。いやー、それにしても綺麗にケーキが見えますね。マイクロソフトフライトシミュレーターの公式がパートナーとして決めた理由も納得です。メタクエスト3でもだいぶ高画質だったんですが、それでもこうやって頭を前に動かさないとなんて書いてあるかが分かりませんでした。 IMAX さんの場合はこんな感じにチラ見するだけで簡単に読めます。とても素晴らしいです。頭を上下に振るとフロントヘビーなので目のあたりに力がかかります。ここはゆっくり動かした方が良さそうです。ただ左右に振る分には特に問題はありません。目だけを動かして周りを見てみた感じ、視界はクエスト3よりも広いかなと感じます。ディスプレイにはスクリーンドア効果という網目模様は特にないので、どこを見ても綺麗な VR の世界を楽しめます。視聴者さんにも効果がわかるよう直接レンズの映像を撮ってみました。どうでしょうか。エルロントリムという文字が読めるレベルまで高画質になっていることがわかります。普及型 VR とミドルハイ VR なのでカテゴリーが違うのですが、それでもこれだけの差があります。では機体を操作しながら PiMax コントローラーの使い心地を確認してみます。メタクエスト3の場合、カメラの配置の都合上ゴーグルの上にコントローラーを持っていくと見失うということがあったのですが、 PiMax さんの場合は上にもカメラがあるのでコントローラーを上に持っていっても特に影響はありません。ただ VR ゴーグルの真正面にコントローラーを持ってくると反応がおかしくなります。ただここまで近く持ってくることは少ないと思うので問題はないかなと思います。スイッチ操作は人差し指のトリガーで操作可能です。ただセレクターの操作は慣れが必要なので、ここはマウスに任せた方がいいかなと思います。操縦桿の操作はちょっと厳しいですね。素直にコントローラーを使った方がいいと思います。
さあプッシュバックが始まりました。いつもは 2D 画面で見ていますが、今回は 3D なので実際に機体が動いている感覚を味わえます。 IMAX さんの高画質もあって周りがよく見えます。没入感が半端ないです。タキシング中は20ノット以下で走行しているのですが、 2D よりも加速しているな感がすごくあります。ちなみに速度の確認も今までは前にかがんでいました。今はもうこの距離で速度がわかるので、目の疲れとか操作のストレスを感じません。では離陸してみたいと思います。エキノスクロスチェック。耳周りのヘッドホンはしっかりエンジンの低音も出せるようなものになっていて、音質は結構よく、いつもよりも迫力を感じています。ただ外にダダ漏れ状態となるので、それが嫌な方は 3.5 ミリのヘッドホンジャックをゴーグルにつないでください。今この映像で映っている動画と VR で映っている画質はかなり違います。なので本当の画質を知るという意味では、実際に体験してもらうしかありません。本当の映像をお伝えすることができないというのがちょっともどかしいです。離陸してから30分ほど経ち、富士山が見えるようになってきました。メタクエストの場合、この辺りからおでこが熱くなってきて冷却用のファンが聞こえるようになってきますが、このゴーグルでは直接触ると人肌の温度を感じるものの、おでこは熱くなりませんし、冷却用のファンも動いているのかなと感じるほど静かです。これであればトレイン後の汗びっしょりを回避できるかもしれません。ちなみにゴーグルの横を2回タップするとパススルーが起動します。ただ今時懐かしい白黒画面です。これは MR を想定しているものではなく、ちょっとゴーグルを外さずに飲み物をと注意を簡単に確認する程度のものなので、まあこれはこれで割り切るしかないと思います。大阪国際空港に ILS で侵入しています。映像では伝わりにくいかもしれませんが、一体で目標物となる地上の施設はよく見えるので、アプローチが楽です。着陸しました。当たり前ですが、立体で表現してくれるので、距離感が非常につかみやすいです。ここまで IMAX クリスタルライトをご紹介しました。ちょっとフロントヘビーなので、最初は気になってくると思いますが、私の場合4時間くらいで気にならなくなってきたので、慣れの問題かなと思います。15万円ほどの VR ゴーグルですが、CDU の細かい文字が読めるという点でこれはいいなと感じました。次回作はさらにグラフィックがパワーアップするので、その効果を楽しめる最強の VR になるかもしれません。高画質な VR を体験したい方はぜひ IMAX さんのクリスタルライトを選んでみてはいかがでしょうか。私の方でも2024がリリースされたらまた VR レビューしてみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。